気になる？なるよ。やって。お、なるね、音結構。でもね、高くないね。はい。あ、はい。何？何でしょう。ラーメン。時間がかかる。え？時間がかかる。なんとと間違ってなんと保育ともあるっていう。なんだと思いますか。保育ともある。保育ともあるね。ただあるよ。じゃーん。どうですか。何これ。アジラチキンライス鶏飯。そうみんなこれ食べたいって。そう食べたいって言ったから。でも売ってないのよ。なんでこんな。青森ではね。めっちゃある。いやまあ売ってるけど。開けていい。これからね、1個を2個か買おうと思って。そしたら4個セットを2個買ってる。あ、数。そう。こんなにいらない。ない。うん、1個しか使わない。昨日物を忘れて、間違えたと思って数じゃない。でも大体2年もだからいいでしょ。1個取って2年も持ってる。大体ね、下ごしらえ、米を研ぐ、鶏肉の端って読むのかな。そうそう、端、鶏肉の端にある、鶏肉の端にある余分な油を取り抜き、2センチメートル幅に切り、横半分に切る。塩を振り、固く揉み込む。今日は土曜日だから、余分な油はなし。このまま切るだけだ。揉み込むってどういうこと？ん？揉み込むのよ。揉んで噛むのよ。ああ。すごい、切り方もちゃんと書いてるんだ。じゃあ、先生は米研いでください、人を。はい。小さめ2枚、400g。切ったら揉むのか。切ったら。あ、ちょっと手。美味しそう。美味しそう。まだ。どう揉むのか。このままこう揉むのかな。なんとこうやって書かれるとは、あれどうやるのかなと思うんだよね。なんつってね、マークによると静かだね。あ、じゃあ塩振って揉んで、全部、全体に塩を こっちで揉んで、こっちでもこれ振って全部 軽くでいいや。ん、振らさせないよ、全体にと、まだ全然振ってないよ、それほらこの辺で揉みながら行くのよ、揉みながら。そう。おお、すごい。肉まじんだ。あー、もういいかな。そんなもんだ。両手じゃなくて左手だけで。うわ、うまそう。あ、やっぱりそれ取ってって言っただけ、この右手すぐ使えるでしょ。あ、そっか、うん。まあ、取るのないけどね。うん、いいじゃん。いいよ。ガッと、はい、ポンポンして。ついてない？一粒もついちゃダメだよ。そう。うん。もとないでしょ。OK？ よし。そしたらこれを2合まで、お水入れて。ここまで。うん？うん、そうそう。2、いいんだよね。ちょっと怪力の癖グッと、あ、はい、これをこう真ん中らへんに、真ん中、うん、お、ちょっとクンクンしよう。ニンニクの匂いもする。あー、そうだね。あ、いい、うん、よしよし。皮を上にして。皮、うん、これそう、皮ついてる、うん、皮上。お好みで生姜醤油。何、生姜醤油って。醤油と生姜混ぜてるやつ。
起きません、マー君。全然起きないです、うん、まあちょうどいいんじゃない、竹を塗る頃に。これ一番最も重要だよ。最も重要、最も重要。全部入るのかな。入るよ、重なってもいいよ。肉の飯、それも肉肉だね。美味しそう、美味しそう。もう食べた。なんで豆腐でやる。はい、いい、うん、超簡単。いいんじゃない。余裕、余裕だね。まあ50分ぐらいだな。ほら、あの液がね、あの液がってことよ。液が、うん、肉も入れれば、肉は肉分のカロリー、ご飯はご飯分のカロリーがこれに足すで、2合用で3、4人前っていう時点でもうおかしいんだよね。めちゃくちゃなのよ。2合3、4人では食べれないでしょ。うん、2人用でしょ、2合って言ったら。はい、ザ、まあ、何する、テレビ見る、ネタフリー、湯のしずくちゃんの絵が。なんで。なんか描き、アリコだよ。できるの。できるし。豚肉、豚豚豚肉、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 うまい。豚肉、豚肉、豚肉。次ピーマン。いや、せせせのピーマン。ピーマン、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 パンやってる。オッケー、いいですか。見たい、見たい、見たい。熱いよ。いい、いいよ、いきます。はい。お、何これ、すごい美味しそう。あれ、なんか色違う、色違う、色違う。一点に集中させちゃう。混ぜなきゃダメなのこれ、タレを。書いてないよね、それって。うん、え、ね、どう。でもお肉は美味しそう。思ったより色つかないな。ね、どう、タレある、これを、いいですか、どうぞ。マー君の音やるよ。いい、こんな風にやるんですよ、こんな風に。トマト、ね、きゅうり、トマト、きゅうり、トマト、トマト、はい、リエの大好きなトマトね。いいですか、これを思いますよ。あ、まあでも、こうしたらレタス、レタスをまあこんな感じでね、シャレオツにやってですね。昨日も盛り方違う。ちょっとちょっと思って、今日バーラー、お肉、お肉を、お肉の色がもう違うんだよね。ね、混ぜちゃったから、ちょっとご飯ついちゃった。でもあくまま食べないからね。あくまま食べないでしょ。うん、うさん食べるでしょ、美味しいのは。あくまトマト2個イエーイ。赤ちゃんだからね。色何個、色トマト嫌いだから4個そしたらキュウリを、ね、せめて3個にして。俺の好きな、すごい、濃いね。俺の好きなキュウリ、こんな感じかな。どう、
ね、3個でいい、うん、よっしゃ。え、マー君の代。どう？ん？逆じゃない？これ、こっちの反り返しを上にやった方が。いや、これがあんなにあるからかなり消費しないとダメ。うん。いいよ、お肉掴んで。掴む。お肉を掴む。あんまりしかない。結構ご飯が少なすぎる気がする。うん。でしょ。さっきから思ってた。絶対美味しいでしょ。おお。きゅうり3個か。きゅうり、トマトこっち。1個、うん、2個。できた。うん。できたよ。オッケー。おお、上手上手。すごい。はい、いいですよ。じゃあ、すごいでしょこれ。こっちのこのお皿の方がアジアンっぽいね。うん。なんで色違うんだろう。お肉入れる量が多かった。ああ、そ、酢柄。うん。なるほど。そうだ。いや、あまりにも違うんだよ。まあ、いっか。もうちょっとこってり。ってなんかもうちょっと茶色なのに薄い。まあまあまあ、おかしい。はい、お願いします。いただきます。まあ味よければ。うまっ。ご飯薄い薄い薄い。肉うまっ。薄くない。え、全然薄くないよ。これで薄いの？薄っ。薄っ。ああ、なるほど。もうこういう口だね。肉うまっ。これでちょうどいいぐらいだよ、これ。え？どう？うん。え、もうちょっと濃くてもいい。いや、まあ濃くてもいいけど、アジアンチキンライスっていうのはこういうもんなんだよ、多分。ああ、でもうまい。うまいうまい。肉いきます。肉の薄い。え、肉の味が薄い。え、うまいよね。肉ちょうどいい。塩もみ足りないんじゃないのこれ。あ、組み立てはちょうどいいのか。うん、うまいうまい。これ系がいっぱいあるのよ。いけるの。うん、これ何気に、いいんじゃ、そうやって食べるんじゃないの。うん、マークもやってごらん。巻いて食べんの。なるほど、そのためのレタスなのか。うん、まあ、三重方式で、うん、相性抜群。うん、まっ。これ何ランキング。ランキングはもうやめたん。そっか。うん、点数制にしたの。点数制。点数100点満点中でしょ。
いや、10点満点中。10点満点中か。味も見た目も。うん。味、見た目、作り、調理。お。簡単さとか。ん？簡単さとか。うん、そういうのは自分なりに簡単さとかじゃなくて、簡単さもそうだけど作りがいがあったかとか、自分はどれくらいできたかとか。まくん。まあ、その場合外すの。作ってないから。作ってないから作りポイントは省けばいいでしょ。ってやるとよくわかんなくなるから、これは難点の方がいいんじゃないの。うん、いいよ、決めた。みんなで一斉のででいいよ。いいよ。一斉ので9点。これ9。もう高評価だね。で、3人の点数が30点に近いと、そのご飯はいいってことにすればいいんじゃないの。うん、じゃあ8+8+9は、はい、マー君。8+8+9は8+8が分かるけど、+9はできないか。じゃあリノ行くか。え、だけど分かる。いいよ、なんか勉強して。おー、すごいね。いいよ。じゃあ何点全部で、3人の合計点数は。リノ分かる。10。惜しいね。いい。それ8+8をまずやったの。うんうん。1、2、3。え、なんて。いいよ、発表して。25。高得点。でもあと5点だね。ちょうど食べてたまと。左手。うん。じゃあどこが良かったですか。簡単。あ、すなわち簡単。すなわち、すなわち簡単。それだけで何点。これだけで9点。え、9点。あれでしょ。いいよ、トマト食べてからね。わかるよ、早くトマト食べてよ。虫歯腹がない。ひどい虫歯になって落ちてて。ひどい虫歯になると腫れる人はいるよ。何が嫌なのそれ。プチ感、プチ感が嫌なの。そう。へえ。実はリノの方が苦手なもの多いんだよね。苦手意識がね。でもそれ食べるからそうは思わない。マカモトがいないと食べないでしょ。残してるじゃん。ちょっともらう。いいですよ。嫌なの。ところトマト先に食べればいいのに。好き。もうトマトいっぱいあるよ。いや。いいね。もういいよな。食べたければ肉食べて。肉の塊残さないで。多いの。多いのって多いかな。また食べる。いけるでしょ、それは。あれ半分になってる。